私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。川口春奈さんの愛犬を連れて散歩する二人の姿や、谷地祐介選手が週2回の頻度で川口さんのマンションを訪れ、川口春奈と彼氏の谷地北祐介は順調に交際、サイレント放送当日に食事デート。交際4年、結婚間近と噂される二人。女性自身によると、12月上旬に東京都内の和食店のカウンター席で、川口春奈さんと谷地祐介選手が食事していたといい、後から入ってきた知人たちにも動じる様子もなく笑顔で挨拶をするなど、二人のオープンな交際ぶりが伺えたとしています。とは、や、GYAO。での見逃し配信の再生回数が7日までに歴代最高の4600万回を超え、視聴率も右肩上がりとなっているドラマサイレント、フジテレビ系木曜22時で主演している女優川口春奈さん27が恋人で総合格闘家の谷地祐介選手、谷地祐介32歳とデートしていたことを週刊誌、女性自身が伝えています。女性自身の取材に、谷地祐介選手の知人は、谷地も友人たちには川口さんのことを恋人として紹介しています。川口さんは特に谷地の目を気に入っているそうです。谷地は笑うと黒目しか見えなくなってしまうところも可愛いと言われたとか、と明かしています。また、川口春奈さんの所属事務所、ケンオトは取材に対して、プライベートは本人に任せております。と、交際を否定せず、交際報道の翌月には、川口さんが谷地祐介選手の試合を生観戦し、谷地選手が勝利後に号泣する姿がカメラに映し出されたことでも話題になりました。二人はその後も順調に交際を続け、たびたびデート現場を週刊誌にキャッチされており、結婚両読み状態とも囁かれています。フラッシュの取材によれば、熱愛を報じる前の2019年8月に、川口春奈さんが長崎県五島市にある実家に帰省した際に、谷地祐介選手も同行し、川口さんは両親らにも恋人として紹介していたほか、彼と結婚したい、とも話していたそうです。そうしたことから、それぞれの仕事が落ち着いたタイミングでゴールインする可能性は高いと見られており、年内結婚の可能性もあるとされています。ただ、売れっ子の川口春奈さんは今年4月期にドラマ、聞かざる恋には理由があって、TBSK で主演、4月から9月にかけては NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、ちむどんどんにも出演し、終了から間もなく、サイレントで主演するなどしています。二人がデートしていた日は、サイレントが放送の木曜日だったそうで、ドラマを一緒に見るためなのか、和食店から出てくると揃ってタクシーで店を後にしたとのことです。そして、川口春奈さんと谷地祐介選手のデート報道に対してネット上では、このまま結婚かな。川口春奈ならどっかの社長や人気俳優と付き合えるだろうに。川口さんって一途なんだね、素敵な女性。一途なところに好感が持てるゴールインを応援したい。来年内にはゴールインしそうな勢いカップル、今売れっ子女優川口春奈だから彼氏との格差婚になりそうだけど、別れた方が良いよ。格闘家は止めとけ。仕事もプライベートも充実していて素晴らしい。本人の努力の賜物。ガーシーの暴露のせいで清純なイメージが崩れた。いい流れが来てるからって事務所が束縛したりしてなくてよかった。忙しい中でもちゃんとデートして一緒にご飯食べて、その方が視聴者としても安心だわ。川口春奈って気取ってない感じがいい。お仕事も頑張ってるんだし、自分のプライベート大切にしてほしい。などの声が上がっています。川口春奈さんと谷地祐介選手の交際は2019年11月にフラッシュにスクープされ、当時の報道によれば、二人は約1年前から真剣交際に発展し、周囲の目もあまり気にせずに街中デートをしたり、格闘技観戦もしているとのことでした。フラッシュは、
川口春奈さんの愛犬を連れて散歩する二人の姿や、谷地祐介選手が週2回の頻度で川口さんのマンションを訪れ、お泊まりする姿などもキャッチしていました。今年の CM 起用者数は、芦田愛菜さんと並ぶ17社での1になっているだけに、そう簡単には結婚できないのではとの見方もありますが、交際開始からすでに4年が経っており、川口さんは来年2月で28歳になるという年齢からいつ結婚してもおかしくなく、年末年始あたりに結婚発表といった可能性もあるかもしれないで、私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。